静電気に負けない髪の毛を作りましょう。どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、静電気について紹介していきたいと思います。多分ね、もう冬だからもうかなり皆さんね、気になっている方って多いかなと思うんですけど、でそこで静電気を抑える5つの方法をまずちょっと紹介していきたいと思います。まあやられている方は結構多いかなと思うんですけど、シャンプーとかトリートメントやった後、洗い流さないトリートメントをすぐつける、でつけてドライヤーで乾かす、でドライヤーで乾かした後はまだね、ちょっと乾燥しやすい髪の毛の方もいらっしゃるかなと思うので、その後にまた、洗い流さないトリートメントをつけてあげると、結構ね、静電気だったりとか乾燥を防げるので、結構おすすめかなと思います。で、できればドライヤーも、イオン系のドライヤーを使った方がいいかなと思います。すごくね、もう静電気毎日気になる方はね、でそれを使うことによって髪の毛の中にね、ちょっと水分を残した状態で髪の毛を乾かしてくれるので、少しね、潤いが出ます。そうなると乾燥が防げるので静電気も抑えれるっていうことになります。なので、洗い流さないトリートメント、ドライヤーをイオン系に変えるのが、一番一つのいい方法かなと思います。でその次にこの部屋ですね、まあちょっとなかなか難しいかもしれないですけど、の湿度あるじゃないですか。まあその湿度によってだいぶね、乾燥だったりとか静電気出るかなと思うので、できればですけど 50% から 60% ぐらいに湿度を上げる。だから自宅にいるときは絶対加湿器必須ですよね。僕も最近加湿器、ずっとつけてるんですけど、でね、表示が出ると思うので50とか60とか、まあ、もう大体つけたときは30ぐらいになってるんですけど、だからまあそれで50、60ぐらいにしてあげると、なるべくね、髪の毛の静電気も収まったりとかね、乾燥も防げるかなと思うので、なるべくね、加湿器とかで湿度をコントロールしてください。で、なかなかね、もうそれもなんか外に出てて難しいっていう方とかいらっしゃるかなと思うんですけど、まあそういう方は、できればですけど、こういう水、気になるところに、水をこうつけてあげる。まあ軽くでいいと思うんですよね。で、つけてあげて、やってあげると少しは収まります。あとは、個人的にはこういうトリートメントですね。トリートメントとかを、まあつけてあげて、で、シュシュシュとつけて、ある程度抑え、溶かしたりとか、手口とかで大丈夫なので、やってあげると、だいぶね、収まるかなと思うので、そういうなんか、加湿器とかがないところは、できればね、こういうのとかをつけてあげるといいかなと思います。あと、ハンドクリームをいいとは言われてるんですよ。ただあれって、ハンドクリームってね、髪の毛につけるものじゃないじゃないですか。なんで、応急処置としてやるのは全然 OK かなと思います。だから本当に気になるところですね。なんかこう、細かい髪の毛が出てくるとか、この辺の根元をちょっとこう、パッと広がってる髪の毛があるっていう方は、そこにつけてあげる。それだけでも全然いいかなと思うので。ただ、つけすぎは良くないので、できればね、ほんと少量で、手にハンドクリームつけるじゃないですか。で、それを残ったやつで、髪の毛をちょっと抑えるぐらいがベストかなと思うので、できればね、そういうのも活用してみてください。あとは、シャンプー。で、トリートメントってね、結構皆さんね、気使ってやられてる方が多いかなと思うんですよ。やっぱこう、乾燥とか抑えるんだったらトリートメントかなと。でもシャンプーもかなり重要なので、できればですけどアミノ酸系のシャンプーを使うのが一番ベストです。高級アルコール系のね、一般的に売られているシャンプーとかだとちょっとね、洗浄力が強かったりとかするので、よりね、頭皮だったりとか髪の毛乾燥しやすいです。なのでできればそのアミノ酸系っていうのは髪の毛と同じタンパク質が、結構使われているシャンプー剤なので、同じ成分なので、できればなんかそういうのを使ってあげると髪の毛でね、潤いだったりとかね、保湿してくれる効果があるので。でもね、そういうアミノ酸系のシャンプー自体はどんなんって結構あるかなと思うので、こういった表示が書いてあるやつを、使ってあげるといいと思います。いわゆるね、なんとかかんとかタウリンとかって書いてる系のやつを、使ってあげると、それもアミノ酸系です。で次になんとかかんとかアラニン書いてあるやつ、それもアミノ酸系です。あとは、いわゆるグリシン系って言われているもの。サルコシンとか、グリシンとか、そういう、表示書かれている名前とかも、アミノ酸系です。あとは、グルタミン酸って書かれているものもアミノ酸系です。あとは、アスパラギン酸、そういって書かれているものもアミノ酸系です。ただ、一つだけ、注意点があります。アミノ酸シャンプーと、アミノ酸配合シャンプー。って書かれてるのがあるんですよ。この2つ種類があって。で、
アミノ酸シャンプーっていうのが一番ベストです。アミノ酸配合って書いてるシャンプーは基本的に入ってるけどそんなに容量が多くないっていう、できればアミノ酸シャンプーって書かれてるのがベストです。パッケージの裏にね、まあさっき言ってた、アミノ酸系のシャンプーっていうのは、一番最初にね、水でなんとかかんとかって書かれてるんですよ。例えばそこにね、アスパラギン酸とかで書いてるのは全然 OK なんですけど、そこにラウレスとかラウリルとかスルホン酸とかが入ってるのはアミノ酸配合シャンプーなんで、ね、どちらかというとそっちの方がいわゆるこう洗浄力が強い成分が入ってるの で、そこにアミノ酸系は入っててもやっぱりちょっと強い方に引っ張れる可能性があるので、今の時期はできればその3つが入ってるやつは避けていただいて、で、さっき言ってた、アミノ酸が、水の後に入っている、成分のやつを探してあげるとベストかなと思いますので、そこも気をつけてください。あとは、ヘアブラシとかね、結構クシとか使われてる方いらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方はプラスチック製の、ヘアブラシ使われてる方って結構多いかなと思うんですよね。ああいうのっていうのはもう完全に摩擦によって、静電気が出やすくなるので、できればプラスチック製のやつは使わないでいただいて、でこういわゆるね豚毛とかいろいろあるんですよ。そのいわゆる動物性のね毛を使われてるブラシとかもあるので、そういうのを使ってあげるとちょっと摩擦だったりとかでね、静電気が起きにくい、ブラシになってるかなと思うので、ブラシを使う際はそういったブラシを使うのがベストかなと思います。まあこんな感じでね、静電気の抑え方について紹介しました。基本的にはね、保湿もすごく大事になりますし、もう静電気のが起きてしまったらもう濡らすかもうクリームをつけるかしかないので、あとはまあ髪の毛の長い方はもうちょっとこう結んどいてください。結んだりするとちょっとね収まって見えるかなと思うので、まあそこでちょっとこうスタイリング剤つけてもいいかなと思うんですけど、あとはまあ湿度をね、やっぱりねちょっと高めに設定するのが一番ベストかなと思いますので、その辺も合わせてやってみてください。結構ねやっぱヘアケアもすごく大事になってきます。でいろんなね方法を僕らも結構試してるんですけど、やっぱりね基本的なことっていうのがやっぱり毎日のヘアケアかなと思いますので、まあ髪の毛とお肌っていうのはやっぱり同じぐらい気を使ってやると、髪の毛も生き生きしてきますし、お肌もね綺麗になってくるかなと思いますので、女性の皆さん、まあ男性の方もそうですけど、保湿しっかりとこの冬頑張ってください。この動画が良かったらいいねボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。さよなら。